ミックスベジタブルを使用した料理ミックスベジタブルは細切れにした複数種類の野菜を混ぜた食材。日本ではその野菜を用いた冷凍食品を指す。略称はミックスベジ。英語ではフローズンミックスドベジタブル。ここでは冷凍食品について記述する。日本では主に冷凍食品を指し3色の野菜が使用される場合が多い。主な使用野菜は トウモロコシニンジン、グリーンピース、玉ねぎなどの野菜を追加するなど独自に商品開発される製品もある。野菜の原産は主に外国産。近年、生産国偽装や野菜の農薬問題などが次々と発覚し、消費者の食の安全志向が高まり、生産国の表記方法などの表示義務も変更された。特にトウモロコシでは、 遺伝子組み換え作物ではないことがアピールされる。これらの問題により国産野菜を使用した製品も製造された。この場合コストの関係によりグリーンピースをインゲン豆に切り替える製品もある。野菜は加熱され急速冷凍された後製品化となる。ありがとうございます。